ナンバーアンダーラインアイの世界的成功、日本メディアが見逃している真実とは、平野紫の挑戦、ナンバーアンダーラインアイがグラミー賞を目指す理由とは、ナンバーアンダーラインアイの盛り上がりが国内だけと言われている件について考えると、まず彼らの紅茶屋出演という偉業に目を向けるべきです。このイベントは世界中から集まる音楽ファンが一堂に会する場であり、 そこでのパフォーマンスは彼らの実力と魅力を証明するものでした多くの外国人が手を挙げ一緒に踊る姿を見れば彼らが確実に国際的な人気を獲得しつつあることが分かりますさらに彼らはアメリカのチャートにもランクインしておりその影響力は確実に広がっています実際ジャクソンさんやリエハタさんといった著名なアーティストたちもナンバーアンダーラインアイの才能を認めており 彼らの評価は国内外で高ままっていますしかし一部の日本のメディアでは彼らの成功を否定するような記事が見受けられますこれらの記事はしばしば注目を集めるためのものでありその内容には根拠が乏しい場合が多いですファンとしてはこのようなネガティブな報道に惑わされず彼らの本質を見極めることが大切ですアンチの意見に耳を貸さず ナンバーアンダーライン愛の成長と成功を信じて応援する姿勢が求められますコーチャイラでのパフォーマンスがきっかけとなりナンバーアンダーライン愛の人気は海外でも急速に広がっています彼らの楽曲 GO とは TikTok を通じて世界中でシェアされ多くの人々がその振り付けを真似して踊っていますこの現象は彼らが単なる一時的なブームではなく 持持続的な影響力をつつつアーティストとして認知されつつある証拠ですまた海外の音楽フェスティバルでの成功は彼らがグローバルな舞台で活躍するための重要な一歩となりましたファンの間では彼らが BTS のように世界的な人気を得る日も近いのではないかとの期待が高まっていますこの期待は単なる希望ではなく具体的な成果に裏付けられたものです 彼らのパフォーマンスは圧倒的なエネルギーと技術を誇りそれが観客の心を捉え続けていますこれからの活動が非常に重要であり彼らがどのようにしてさらなる高みを目指していくのかに注目が集まっています一方で日本国内では彼らに対する評価が二分している現状があります特にメディアの報道はしばしば偏った見解を提供し彼らの成功を過小評価することが多いです これは、日本国内の音楽シーンがまだ変化に対して保守的であり、新しい才能を受け入れるのに時間がかかることが原因かもしれません。しかし、これはナンバー・アンダーライン・アイの進化を妨げるものではなく、むしろ彼らが挑戦を続けるためのモチベーションとなるでしょう。彼らの成功は、単に音楽的な才能だけでなく、その背後にある努力と情熱にも支えられています。特に平野章は、 失敗を恐れずに常に新しい挑戦を続ける姿勢を見せています。これは彼らのファンにとって非常に励みになるものであり、彼らの成長を信じて応援し続ける理由の一つです。彼らがこれからどのようにして新しい目標を達成していくのか、ファンとして共に歩んでいくことが重要です。また、彼らが国際的な評価を得るためには、さらなる努力が必要です。 グラミー賞を目指すという目標は高いハードルですが、彼らの才能と努力があれば不可能ではありません。彼らが世界中で認知されるためには、ファン一人一人の応援が不可欠です。ファンとして、彼らの活動を支え、共に成長していくことが求められます。さらに、彼らの活動は日本だけでなく、アジア全体に広がりつつあります。昨年、平野翔がフィリピンを訪れた際、 現地ののファンとの交流が報じられましたこれにより彼らの人気はアジア全体で急速に広がりを見せていますこのような国際的な活動が彼らのさらなる成長と成功を支える重要な要素となっています彼らの成功は単に音楽業界にとどまらずファッションや文化面でも影響を及ぼしています彼らのスタイルやパフォーマンスは多くの若者に影響を与え 新ししいいトレンドを生み出しています特に彼らが出演するイベントやメディアでの露出は彼らのブランド価値を高めさらなるファンを獲得する機会となっています結成からわずか1年未満で彼らはすでに多くの大きな仕事を手にしていますこれは通常のアーティストには考えられないスピードでの成長であり彼らの実力と魅力がいかに優れているかを物語っています 彼らの成功は偶然ではなく、計画的な努力と戦略の結果です。これからの彼らの活躍が非常に楽しみであり、さらなる成功を期待せずにはいられません。彼らの成功を語るとき、その背後にある努力と挑戦を忘れてはなりません。n ンバーアン Underline は、常に新しいスタイルやサウンドを追求し、他のアーティストとは一線を画す存在となっています。その音楽は、 伝統的な要素と現代的なトレンドを巧みに融合させ、リスナーに新鮮な驚きを提供しています。このようなアプローチは、彼らの音楽が世界中で受け入れられる要因の一つです。彼らのパフォーマンスは、単なる音楽の演奏にとどまらず、視覚的にも非常に魅力的です。彼らのダンスは緻密に計算され、観客を引き込む力を持っています。特にコーチャイラでのパフォーマンスでは、 その卓越したダンススキルとエネルギッシュなステージングが大きな話題となりました。観客は彼らの一体感と情熱に感動し、その場でファンになる人々も多かったことでしょう。また、彼らの音楽は単に楽しいだけでなく、深いメッセージを持っています。歌詞には、彼ら自身の経験や感情が込められており、多くの人々が共感できる内容となっています。彼らの楽曲は、 リスナーに希望や勇気ををを与与え、ええ困難な時期を乗り越える力を与えてくれます。このようなポジティブなメッセージが彼らの音楽をより一層魅力的なものにしています彼らの人気は単に音楽の質だけでなく彼ら自身の人間性にも起因しています彼らは常にファンとの交流を大切にし感謝の気持ちを忘れません SNS を通じてファンとのコミュニケーションを図り その真摯な姿勢が多くの人々に支持されています。彼らの誠実さと謙虚さは、ファンにとって非常に魅力的であり、彼らを応援し続ける理由の一つです。ナンバー・アンダーライン・アイの未来には、まだ多くの可能性が広がっています。彼らの才能と努力が認められ、さらなる成功を収めることは間違いありません。これからの彼らの挑戦に注目し、 そのの成長を見守り続けることとがファンとしての喜びです。彼らがどのような新しい音楽を作り出しどのようなステージを見せてくれるのかその期待は高まるばかりですまた彼らの成功は他の若いアーティストたちにとっても大きな励みとなりますナンバーアンダーライン・アイが示したように夢を持ち続け努力を惜しまなければどんな高い目標でも達成できるということを証明しています 彼らの成功ストーリーは多くの人々に勇気を与え新しい夢を追い求めるきっかけとなるでしょう彼らの音楽活動だけでなく社会貢献活動にも注目が集まっています彼らはチャリティーイベントや支援活動に積極的に参加し社会に貢献していますこのような姿勢は彼らの人間性の素晴らしさを表しておりファンの支持をさらに強める要因となっています 彼らが社会に与える影響は音楽を超えて広がっておりその存在意義はますます大きくなっています最後に彼らのファンとして彼らの成長と成功を見守り続けることが重要ですどんなに批判があっても彼らの才能と努力を信じ応援し続けることが求められます彼らの音楽は私たちに感動と喜びを与えてくれます彼らの成功を共に喜び さらなる飛躍を期待しましょう。そして、彼らが世界中で愛されるアーティストになる日が来ることを信じて、これからも応援し続けましょう。彼らの未来は明るく、可能性に満ちています。彼らの夢を実現するために、私たちも一緒に歩んでいきましょう。